今日は昨日の夜から一晩で雪が30センチ積もって、まあ、パウダーデー、すごいパウダーデーだったけど、その分なんか雪崩のコントロールで道が閉まっててスキー場が開くのが遅れて結局行くのやめました。もうすっごい寒いし、まあ、視界も良くなさそうではある。で、今お昼の準備しているところ、これ食べようかなと思って、これに乗せようと思って今ニンニクを切ってます。あとチーズも同様。これ作ってるのって玉ねぎも乗せた。なんかちょっと乗せすぎかな。玉ねぎちょっとあれかな、辛いかな、まあちょっと辛いけどまあいっか。ホミのマカロンチーズ、何これ、すっごい真っ黄色だね。ソースもともとこういう色？うん、いやでもこの間使わなかった。そう、この間使ってないから、ね、だからかこの間真っ白だったもんね。うん、今回ちょっと、今ちょっと10分ぐらい焼いて、よいしょ、チェダーチーズ乗せてチーズ増量してみた。玉ねぎを大きくカットしすぎたかな、これ。これがホミーの真っ赤にチーズのチーズかけでオーブン焼きで、私のピザ。玉ねぎが結構大きいかなと思ったけど、ちゃんと火通ってる。よかった。チリフレークもかけた。よいしょ。いただきます。飲み物はこれあったかいほうじ茶。うん、サクサク焼けて美味しい。なんか冷凍って美味しいかよく分かんないなと思ったけど美味しい。まあ、昔好きで食べてたけどさ、久しぶりすぎて。リンゴ食べる。なんかお腹痛くなってきた。バナナ食べようかな。今コーヒー入れた。なんかさっきご飯食べてから1時間ぐらい経ったかな。ちょっとお茶飲もうと思って。あれでも思ったより減ってないね。すごいね。でもなんか昨日とかも仕事の後お腹いっぱいなのに、フルーツ盛りをめっちゃ食べた後にクッキー3枚ぐらい食べたよね。なんか最近ね、誘惑に負けとる。誰も誘惑してないんだけど、誘惑されるように仕掛けて負けて。さっきキャラメルのやつ全部食べて、これも食べようってことになって食べる。これを抹茶味にして食べる。イエーイ。抹茶の粉かけてこんな感じ。もう今日もめっちゃいい天気。まあ、でも今日は朝起きたらマイナス30度？今も20ぐらいだよね。うん、うるさいかな。そう、今日朝起きたらマイナス30度で、まあ、今も多分20ぐらいだから、スキー場には行かなかったんだけど、まあ、本人の移民権の確認書が、なんか多分郵便局に届いてると思う感じ。だからそれを今から取りに行きます。運命だね、運命の瞬間だね、ホミから手紙届いた。多分ね、ゴールドメンバーになったからね、そのカード来たと思う。You are golden ってなってた。スタバのメンバーカード届いた。あ、ちゃんと名前書いてある。ひろこって。あ、書類届いてたね。で、今何の書類届いたかって言ったら、本人がのに永住権をあげるっていう確認の手紙が届いてて、だけど永住権をもらうには、
カナダに入った時に、入国した時に、次に入国した時にもらえるっていう手紙で、だからなんだっけ、一回カナダを出てもう一回入ってこなきゃいけなくて、今からちょっと散歩しつつ私の職場に休みをもらえるか聞きに行って、で一緒に1週間ぐらいどっか旅行に行ってこようかなと思います。ね、なんか今までだってホミーのね、移民権がいつ降りるかわからないからね、もう旅行の予定とかもずっと立てれなかったからね。綺麗綺麗だね川。でもなんかあれ、スケートできる？ちゃんとなんか雪が全部埋もってる感じしない？綺麗だから写真撮ろうかな、ちょっとサムネにもなるしね。もうやっぱりそうだね、今これ除雪されてないね。うん、こういう風に黒缶とかで川の上歩いたりさ、スノーシューしたら楽しいんじゃない？ここ階段だよ。だからそこ行こうって思ってたの？違う、だからあらーと思って、うん、滑り台みたいになってると思ってあらあらーと思って平和だね。あ、青になったよ。職場に行ったけど同士に会えずに、でまた今日今お昼食べにインドカレー屋さんに来ました。 Hi, how are you today? 山見えるところに取った席、ちょっとトラック止まってるけど、今日のカレーは何かな、何だろう、野菜がいろいろある。今日チキン、ライス、あ、これチーズのやつかな。あ、これはちょっとよくわかんないデザートのやつ。一盛り目、ミンこんな感じ。あと何くれた？今日は何食べれるか食べてみよう。うん、トラックどいた。山が綺麗。ダウンタウンのあれだけどさ、これも絶景飯だよね、ある意味。今日は青空だし、美味しい。このコールスローがなんか色がさ、普通のコールスローと違うけど、でも甘くて美味しい。あとこのカレーもなんか甘くてコクがあって美味しい。まだこれ食べてないよ。これチーズだった？多分チーズだね。味がもう濃くないやつ。あ、美味しい。今日はこれ全部美味しい。また。ナンも初めて食べたけど美味しい。このチキンカレーも美味しい。なんかチキン自体はでもそう、なんか結構パサパサ気味のチキンだよね。あ、でも柔らかい。みんな帰っちゃって、たまたま貸し切りみたいになっちゃった。まあ今日遅く来たからな、ここ2時半までで1時半に来たから、もうみんなランチブレイク終わったかな。うん、2盛り目。あ、ホミン2盛り目もう食べてるけど、Thank you. Thank you.
今食べ終わって今から家に戻ります。今から旅行の計画立てようかな。ね、うん、パク移民、パク移民。